그리고 皆さん 今我々は全力で裁判闘争に戦うでありませんか。やれる人が全てのことをやり出して裁判の無罪を勝ち取りたいと思います。まあそれと同時に向こうが実力で来るならば我々セガルツは再戦闘で戦い人の残能のうちをどんなことがあっても防衛していく覚悟であります。それと同時に障害者が 今安倍政権によって生活保護の切り捨て、後ろ切り捨て、ありとあらゆる行為がかかってきております。皆さん、このことを許さず、また、準々人の略奪された政府についてもそうです。我々は絶対にそういうことを許さず、天皇制を打倒し、安倍政権を打倒する戦いを 障害者自ら戦っていくのではありませんか。よし、時間の関係で終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。